上がってきた上がってきた上がってきた。これ絵になるな今の口。今のイルカみたいな。皆さんこんにちは、クアハウスチャンネルマサでございます。今日はですね、アンフィ君をお見せしたいと思います。少し前にお迎えしまして、だいたい50センチぐらいのプロトプテルスアンフィビウス、こちらはですね、アフリカの、西アフリカの最小の廃魚ということで、このサイズでほぼマックスサイズだと思いますので、非常に飼いやすいと思います。廃魚はだいたい一点買いなんですね。ですので混影は不向きだと言われていますので、こういうね、環境でも飼える代わりに他の魚とは一緒に飼えないというところですね。で、今投げ込みフィルターを入れてますけれども、これから先ちょっと水槽を調達して、で、90センチぐらいの水槽で飼育したいなと思いますけれども、とっても可愛いんですよね。今アクアハウスにはネオケラがいます。オーストラリア廃魚のネオケラがいますけれども、こちらはアフリカの廃魚なので、こういったね、廃魚なかなか魅力的で前から欲しかったんですが、たまたま出物がありまして、マニアからお譲りいただいたという感じですね。ですごくなんかこう可愛らしいですね。やっぱりネオケラも同じなんですけど、もぐもぐ餌を食べるこの感じがですね、魚っぽくないというかですね、何なんでしょうね、この両生類っぽいというかね、すごく不思議な魚だなといつも思いますね。今回は成長を楽しむというよりは、かなりもう成熟した個体なので、ゆっくり飼育してペットのように飼育したいなということで、名前を珍しくつけましたね。アンフィ君という、オスだかメスだか本当はわからないんですけども、とりあえずなんか名前をつけて可愛がっていこうかなということで、アクアハウスのペットみたいな感じでですね、今考えておりますね。先ほどね、上に上がってきましたけども、とても可愛いですね。今のこの入れ物を化粧ケースで飼ってますと、こんな感じで横からの姿があんまりよく見えないので、どうしても上からの撮影になるので、早く水槽に移して横からの姿もお見せしていきたいなというふうに思いますけれどもね。廃魚やっぱり好きな人はすごい好き、私も好きなんですけども、やっぱり水槽の制約があってなかなか手を出せなかったんですが、なんか今日ちょっとワクワクするお迎えでした。最近魚のお迎えとかね、結構控えてますので、久々にこう食いついちゃったかなと。で、今日ちょっとエビをあげてるんですけどね、エビをパクッといきますけれども、パクッといった後にもぐもぐすごい時間をかけて食べます。ですからゆっくりね、餌を食べるということを理解して飼育が必要なというふうに思いますね。また環境が落ち着きましたらお見せしたいと思います。クアハウスチャンネル、ありがとうございます。今日はこれでおしまいです。